数学で定期テストでは9割以上取れるのに共通テスト型の模試などを受けると5割、6割しか取れません。どのような勉強をすればいいですか今は積分を勉強してます。これですね、よくあるんですよ。定期テストでは点数取れるのに模試になると点数取れないみたいなね。あの、勉強の仕方が全然違うんですよ。定期テストって、なんて言うんだろう。普段の授業ちゃんと聞いてますか ちゃんと宿題やってきてますか宿題のでやった内容っていうのがその身に入ってますかみたいなことを確認するためのものなのでちょっとなんて言うんだろう思考力みたいなもの究極なくても解けるようになっちゃってるんですよねうんこんなこと言ったらあれですけどあ、これ真剣ゼミでやったものだってあるじゃないですかあの状態に陥ってしまってるんですよやった問題 しか取れない。何て言うんだろう。それだと意味ないんですよね。定期テストとかも、その、あ、これ、何て言うんだろう。宿題で出されたあの問題だ。あそこでやったやつだ。バーって打つ。それだったら、まあ、そりゃ点数取れるよね。だし、そりゃもし、その勉強を続けてたら、そりゃもしで点数取れないよね。っていう、まるでやったやつだから取れるって、本当に意味がないんですよ。まあ、もちろんその、 推薦入試とかで例えばその定期テストさえ点数取れればそれでいいみたいな人もいると思うのでそ,れそういう方に関しては別にそれはそれでいいと思うんですけどあの入試っていう目的から照らすとやったやつだから取れるではなくやったやつを応用していろんな問題が解けるようになるような復習をしなきゃいけないです。 ということなんですよだからどのような勉強すればいいですかっていうときはその意識を変えるこの問題やったじゃあこの問題に似てる問題を解けるなじゃなくてこの問題を解,を解けるようになったわけだけど結局この問題の大事なことって何だっけどういう抽象論を抽出できるっけでその抽出された抽象論っていうのは他にどういう問題に活かせるっけっていうことをちゃんと一個一個 考えていくことによって初めて進出の問題を解けるようになるというわけなのでまあその抽象論の引き抜き方っていうのはまあ徹底基礎講座だったりでも解説してるので是非5割6割ぐらいの数学の,あの成績を取ってたらまあその余裕でついていけるというかゼロからゼロから学ぶ人がついていける講座なので。 まあ、ぜひあの気になる方は徹底基礎講座チェックしてみてください。<music>